どうした？引き殺された猿みたいな声出して。神のスペース一つも割り忘れてた。別館の上に瞬間いるんだから大混雑が予想されるデッドゾーン。今日しか買えない本もあるだろう。スペースなら俺が守ってやる。ついでにお茶買ってきて。神様かと思った。落ち着いてご移動ください。待ってろ、ヒロタカ。ねえ、聞いてよ、さっきね。ん？長身のイケメンメガネ男子が BL のエロ本売ってたの。マジで？どうかよ。あのルックスで普段して興奮するわ。待ってろ、ヒロタカ。すまない、ヒロタカ。ヒロタカ。おかえり。すまんかった、すまんかった。はい、お茶を待ちの。ありがとう。ねえお兄さん、今どんな気持ち？この本お兄さんが書いたのかな？恥ずかしくない？いえ、別に。おお、すごい。お兄すごい手触ってくる。リアルであんなこと聞かれるとは思わなかったわ。ありがとう。ねえお兄さん、今どんな気持ち？この本もお兄さんが書いたのかな？恥ずかしくない？いえ、別に。おお、すごい。待ってろ、ヒロタカ。すまない、ヒロタカ。ヒロタカ。おかえり。すまんかった、すまんかった。はい、お茶を待ちの。待ってろ、ヒロタカ。ねえ、聞いてよ、さっきね。ん？長身のイケメンメガネ男子が BL のエロ本売ってたの。マジで？どうかよ。あのルックスで普段して。どうした？引き殺された猿みたいな声出して。神のスペース一つも割り忘れてた。別館の上に瞬間いるんだから大混雑が予想されるデッドゾーン。今日しか買えない本もあるだろう。スペースなら俺が守ってやる。ついでにお茶買ってきて。神様かと思った。落ち着いてご移動ください。